稲垣淳一、尾翼で死別した元妻と今妻との衝撃エピソードがヤバすぎる。クリスマスソングの定番、クリスマスキャロルの頃にはで有名なシンガーソングライター稲垣淳一さん、実は2度結婚されていらっしゃるんです。今回は稲垣淳一さんの結婚エピソードについて紹介します。前妻とのエピソード。稲垣淳一さんの前妻は上美さんという方です。1982年にミュージシャンとしてデビューされた稲垣さん、実はデビュー前に地元仙台のディスコやクラブなどで活動されていたのですが、その時に稲垣さんの才能に惚れ込んだのが笛美さんだったそうです。笛美さんの年齢について稲垣さんの8つ上という情報がありました。小柄で和服が似合う病弱な方だったとされています。2人の結婚生活は30年以上続いたとされており、それが本当だとすると、デビューよりはるか前、遅くとも1976年、稲垣さんが23歳の時には結婚していたことになります。稲垣さんの才能に笛美さんが惚れ込むという形で始まった関係だったからか、笛美さんは長年にわたる稲垣さんの下積み時代もずっと支えてくれていたそうです。もちろん稲垣さんがブレイクを果たした後も、稲垣さんの活動を献身的に支えられたのだとか。笛美さんは2006年にこの世を去られています。死因は明らかにされておらず、もともと病弱だったということから病死ではないかと言われています。また稲垣さんの奥様の死も、稲垣さんの再婚が週刊誌にスクープされるまで明かされていませんでした。今妻とのエピソード。稲垣淳一さんは2008年10月に再婚されています。この結婚ももともとは発表されておらず、2009年4月に週刊誌によって報道されました。再婚相手の女性は稲垣さんの10歳年下。結婚の2008年時点で稲垣さんが55歳ですから、相手の方は45歳で稲垣さんと結婚されたことになります。2009年3月には親族や親しい人とパーティーを開かれたそうですよ。また2009年11月上映の映画僕らのワンダフルデイズに稲垣さんが出演された際、同映画の舞台挨拶で稲垣さんの再婚が監督や共演者らにいじられています。自身のプライベートをめったに明かされないという稲垣さんですが、この時ばかりは幸せですと回答されたそうですよ。2021年稲垣さんが共愛学園に統廃合された学校の学級を送られています。共愛学園は障害を抱える子どもたちに音楽や美術を教える愛知県一宮市の NPO 法人です。仙台出身だったことから、東日本大震災後にファンの寄付なども受けながら被災地の学校に楽器や楽器修理費を送るといった活動をされてきた稲垣さん、支援先を広げようと考えていたところに、一宮出身だという奥様から共愛学園のことを聞き、学園の活動に賛同して10点ほどの楽器を送られたそうですよ。自身の活動の際に奥様の助言を取り入れているところを見ると、近年も稲垣さんと奥様の関係が良好なことがわかります。再婚した奥様との結婚生活もすでに10年以上になるのですね。前妻が残したものとは。稲垣淳一さんの最初の奥様である笛美さんはシムというペンネームで夫の曲の作詞を担当することもありました。フォーエバークリスマス、ラ・ルミエール、レイミアの3曲は作詞者にシムの名前がクレジットされています。これらの曲は作曲はもちろん稲垣さん、夫婦での共作で生み出された曲ということになります。また稲垣さんとシムさんの両方の名前が作詞者にクレジットされている曲もあります。虹、ヒールを鳴らせ、チアーズフォーハート、千の悲しみを超えて、青い罪の5曲が該当します。さらに内気なベビーフェイス、愛の願いの2曲は作詞者の欄に稲垣さんの名前と岩窟島シムという名前が、こちらも夫婦での共作だったのかもしれません。このように笛美さんの生きた証は稲垣さんの曲の中にも詩として残っているのですね。30年以上というあまりにも長い時を共に過ごした稲垣さんと笛美さん、笛美さんに先立たれた時の稲垣さんの悲痛は察するにあまりあるものがあります。きっと形として残らない多くのものも笛美さんは残されたのだと思われます。昔の写真集。
稲垣純一さんの前妻今妻の姿は明らかになっていません。稲垣さんと奥様のツーショットなども見つかりませんでした。稲垣さんは一般の方であった奥様のことを思ってその姿を公にはさらさなかったのかもしれませんね。ここでは昔の稲垣さんの画像を紹介しますよ。稲垣さんのデビューレコード雨のリーグレットのジャケット写真です。こちらのシングルセールスランキング最高順位は65位。稲垣さんはデビュー後もすぐにブレイクしたわけではありませんでした。1982年発売の3枚目のシングルドラマチックレインのジャケット写真です。こちらで初めてシングルセールスランキングでトップ10入りを果たしましたが、ここから7年間トップ10入りを果たすことができませんでした。長い長い下積み時代も冬美さんはただ稲垣さんの才能を信じていたのでしょうね。1987年発売の11枚目シングル思い出のビーチクラブのジャケット写真です。ジンジャーエールの CM ソングとして起用されたこの曲で稲垣さんは紅白歌合戦に初出場されています。意外にも稲垣さんの紅白出場はこの1回だけなんですって。1988年発売の8枚目のアルバム Edge of Time のジャケット写真です。シングルの売り上げに苦しむ一方でアルバムは1983年発売の2枚目でアルバムセールスランキング最高2位を獲得。以降1994年発売の14枚目のアルバムまで13作連続のトップ5入りを記録。とりわけ6枚目から9枚目までは4連続で1位を獲得とかなり好調でした。1992年発売の27枚目のシングルクリスマスキャロルの頃にはのジャケット写真です。ドラマホームワークの主題歌に起用されたこの曲はシングルセールスランキングで自身初の1位、最終的に170万枚以上の売り上げを誇る大ヒットとなりました。まとめ、今回は稲垣純一さんの前妻今の奥様とのエピソードについて紹介しました。前妻との死別をファンの方々が知ったのは稲垣さんの再婚の時だったというのは驚きです。稲垣純一さんのこれからの活動にも注目ですよ。